はい、皆さんこんにちは。ブームアップゲームズの河合です。こんにちは、同じくブームアップゲームズの宮崎です。はい、風邪をひいております。変な声ですいません。こちらの番組はブームアップゲームズ編集部所属ライターが独断と偏見によって一押しゲームを紹介する定期配信のレビュー番組です。はい、今回は一体何を紹介していくんでしょうか。一応このコーナーって言ったの、はい、黒川氏だったんだけど、宮崎氏どうした？今日はですね、はい、個人的に推したいゲームがあったので、はい、買ってもらいました。それで宮崎氏が紹介したいゲームというのは、はい、4月よりクローズドベータテストが行われているゼノンザード、カードゲーム特化型 AI という、はい、人工知能がこう活用された今までにない、デジタルカードゲームとなっています。はい、じゃあこのゲームの推しポイント、はい、はい、独断と偏見で順位紹介をお願いいたします。はい、はい、それでは推しポイントの方をお願いいたします。はい、この、AI なんですが、将棋や囲碁の、AI 開発で実績のあるヒローズ株式会社なんというところが開発してまして、はい、もうまさに世界一レベルの AI を作ってる会社の開発した新型の AI なので、もうすごい頭がいいんですよ。なんかすごい、なんか小学生みたいな説明になってますけど、大丈夫ですか？世界レベルです。はい、とにかくすげえと。とにかくすごいんです。すごい AI を搭載していると。そのすごい AI がですね、はい、プレイヤーのサポートをしてくれるし、はい、またプレイヤーがこの AI を学習させて育成していったり、また、うん、プレイヤーの敵として AI と対戦することができると。そしてカードゲームとしても、はい、結構ルールがこのゼノンザードは、はい、いい意味で複雑で、奥深いんですよ。うん、だからそうするとなかなかこうカードゲーム初心者の方だったりとかだと難しい状況になってしまったりするんですけど、この AI が対戦中に助言をしてくれるんですよ。ああ、このカードを切れとか。そうなんですよ、はい、今こいつでここを攻撃した方がいいよとか、はい、具体的な指示をしてくれるので、カードゲーム慣れてない方でもこういった助言を受けることで熟練のプレイヤーと同等のレベルで戦うことができると。分かった、カードゲーム初心者でも遊びやすいと、はい、そういうわけですね。はい、推しポイントとはですね、はい、このデジタルカードゲームの特徴を説明したところで、なんでこんな声なのにお前動画撮ってんのっていうのを説明させてください。なんでかっていうと、クローズドベータテストの終了が、はい、今この撮影してる日の明日のお昼なんですよ。時間がねえんすよ。だからこの声でも撮らないと、ゲーム画面が見せられないと。なのでちょっと無理をしてでも撮ってしまいましょうという流れなんですね。ぜひ見せたいですからね、ゲーム。はい、まあいろいろと説明いただきましたけど、じゃあ実際に AI と一緒にカードゲームをバトルするってのはどういうことなのか、実際のプレイ画面を見ながら説明していただいてもよろしいでしょうか。はい、やっていきましょう。はい、それではフリーマッチの方で実際の対戦を見せていただきたいんですけど、はい、AI は、あ、この子が AI ですか。そうですね、これが私の、バディ、パートナーとなる AI、はい、ヒナリアちゃんですね。ヒナリアちゃん、ニート AI という不思議な出身なんですけど、このゲームよくあるこう毎ターン1マナずつ、使えるコストが増えていって、はい、カードのコストを払うことで、場に出せるという、そのあたりのはかなり、オーソドックスなルールだと思います。マナのリソースを自分の手札から出すわけではないんですね。手札からも出します、はいはい、そのあたりはですね、その手札から出すマナを実は引いてないんですよね。おお、これいわゆる土地不足ってやつじゃないですか。大丈夫ですか。そこでもう一個大事なこうルールがありまして、はい、こちらが、フォースという、システムで、はい、デッキ構築時にこう2つ選んで、対戦中に何らかの、メリットを得ることができるという、そういうシステムになってまして、私はこれ、考えろ、手札からマナをあんまり出さなくてもカードが使えるっていうフォースを選んでいます。なるほど、この辺は今までのカードゲームにないシステムですね。そうですね、結構珍しいですね。この AI の役割としてはなんですけれども、はい、まあ、今までなんかこう助言的なものをつらつらと喋ってはいますけれども、
どのぐらいまでサポートしてくれるんですかね。あ、もう具体的に今の手札だったらこれを出した方がいい、これでここを攻撃した方がいいとかっていう、もう細かく教えてくれます。でも AI 的には対戦相手のカードとかっていうのは見えてないわけですね、もちろん。ってことは場にあるカードを見て自分の手札の状況から最適なカードの選択を指示してくれると。そういうことだと思いますけど、まあ、多分そこがあの AI の育成っていう部分になってくるんじゃないかなと思います。なるほど。対戦を重ねることで、まあ、自分の癖とか、より的確な、まあ、多分こう流行ってるカードとかを学習してくれるんじゃないかなと。考えろ、すげえ煽ってきますけれども。こいつ出せって言われてるんで出しましょう。ほら働いてこい、行きます。なんか使えるマジックある？パスマジックを指定してきましたね。あのパスした方がいいんじゃねって言ってますね。パスすれば、あ、このすごい言いたかったんですけど、はい、相手ターンに使えるんですよマジックって。おお、なるほど。これで、まあ、相手の妨害とかするのができる。もうすげえ、俺もう相手の妨害大好きなんですけど。マナさえあればいつでも打てるわけですね。そうですね、マナが残しておけば、はい、よくあるユニットがこう好きなユニットに向けて攻撃するっていう、こう戦闘のシステムじゃなくて、このまま頼むぜ、マナセット、ターンプレイヤーがまず攻撃することを宣言したら、はい、防御側がじゃあ自分はこのユニットで防御しますっていうのをこう指定して、はい、そこで初めてユニット同士の戦闘が行われるっていうルールです。某マジックンアーリンみたいな感じですかね。そうですね、はいはいはい。まあフリーバトルということで、はい、まあ、かいつまんでですけれども、いろいろと解説を送らせていただきました。実際カードゲームのデッキというか、はい、クオリティ的には宮崎氏いかがですか？いや、もうかなり楽しみにできる内容となっています。はい、これ結構その、まあ、ちょうど今撮影している最中にも生放送やってたりとか、そうですね、AI 戦をやりましょうみたいなことをやってるので、まあ、今後は大会だったりとか、まあ、そういうものも期待できるんじゃないかなと思いますね。はい、以上、はい、フリーバトルの方をご紹介させていただきました。はい、はい、まあ駆け足ですけれども、はい、ゼノンザードの、ポイントと実際のバトルを見ていただきました、はい、まあ、実際にプレイするのは人間ですけれども、はい、まあ、AI が重要なエッセンスになっているということ で、ね、実際これ人間対 AI っていう印象なんですかね、それともやっぱあくまで人間対人間の、今のところはかなりこう人間対最強 AI っていうコースの対戦企画を、まあ、よくやってるみたいですね。なるほど。だいたい勝率が出てるんですけど、はい、人間が9割か8割負けてます。ダメですね。自分はもうちょっと理系の端くれなんで、はい、こう機械がこう人間に勝つの結構嬉しいんですけど、はい、まあ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 、まだベータ版ですからね、今後もプレイスキルを上げて勝てるようになりたいですね。そうですね、まあ、実際にこう AI の、まあ、能力っていうものはすごく今進歩してるっていうふうに言われてるので、はい、果たしてじゃあ人間が AI に勝てるのか、まあ、人間 VSAI というところをですね、まあ、実際のカードゲームというだけでなくて、きちんと注目していきたいところだと思います。はい、それではゼノンザードの総評をお願いいたします。はい、ゼノンザードはカードゲームというこう組み合わせが複雑でこう新しいカードがどんどん出てくるようなこうジャンルで、人間と同等以上の AI が搭載されてるっていうのがもうあまりにも画期的だと思います。はい、でまたこうカードゲームとしてゲームのルールがこう奥深いのはいいんですが、まあ、その反面カードゲーム慣れしてない人にはこう複雑で万人受けしなくなってしまうっていうのがこうよくあるジレンマだと思うんですけど、まあ、それをこう AI がたくさん上限してくれるってことでこう意外な方法で克服してきたのがもうすごいカードゲーム初心者から上級者まで楽しめる、はい、ゲームになってると思います。はい、総評というより PR ですかね。もう俺は押してきますよ。わかりました。まあ、実際にカードゲームってすごいその、はい、プレイする時のハードルが高い、ルールを覚えなきゃならない、そうですね、で実際に対戦してもなかなか勝てないとかいうところありますけど、そこを AI と一緒に頑張ることで乗り越えられる部分もあるんじゃないかと思います。はい、はい、では、ブームアップゲームスではさまざまなゲームの攻略ウィキや、最新情報の掲載、
ったカジュアルゲームのレビューを積極的に行っておりますので、ぜひ一度チェックしてみてください。 URL は、動画の解説文に載っております。そしてですね、はい、今後もさまざまなイチオシゲームの紹介をしていきます。他にも攻略動画とか最近増えてきているので、はい、そちらの通知が受け取れるようにぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねとかコメントもよろしくお願いします。はい、またお会いしましょう。さよなら。すいません、声おかしくって。